判事とは、律令制で、行務省に所属した職員で、四等官の外にある、品官にあたる。裁判審理、裁定を司さどった。打財布にも設置されている。被疑者を尋問する、会部の提出した、菊状をもとに、行務教と共に、裁判の審理にあたり、適用する律令の条文を確定して、判決案を定めた。大判事は、定員二人で、正五位した相当。 中判事は定員4人で小6くらい、仮相当。小判事は定員4人で16位した相当。また、多財布にも大判事1人、小判事1人があった。多く名簿家が任命され、一部文書徳行政などを任用することもあった。大法令以前にも行部省の判事があったことが、日本初期からは伺うことができる。巻、第26。 西明天皇四年十一月には、他日に、有馬の御子、一の藩事と、はりごと反時にとあり、大化改新の完成に、行部詔書の官があったので、藩事も設置されたものとみられる。初期巻、第三十によると、地頭天皇三連には、武田をはじ麻呂、大山呂、藤原不比人、東間桜井、保住山森、中富のおみまろ、巨、瀬田ますます、主。 大上康室が判事に任命されている。判事は平安中期以降は中原市、坂上市の両家が世襲しており、官票8年には両性判事転員の削減が行われている。ありがとうございます。